渚の灰から人形、キュートなヒップにズキンドキン。渚の灰から人形、夏まで待てないズキンドキン。ズキンドキン、ズキンドキン。はい、今日は久しぶりにリアルタイムでお届けしています。今日頑張りましたね、私。頑張って日本の朝ごはん作ってみました。こちらはもう昨日作っていた、もうすごい具沢山、レンコン、大根、人参、キャベツ、何かなレンコン、大根、人参、キャベツ、あと他に何か入れたかな、ちょっと、あ、マッシュルームに生椎茸に、すっごい具沢山のお味噌汁に、じゃーん、落とし卵をしてみました。卵をポトンと平飼い卵を落として固めました。きっと美味しいと思います。こちらのお味噌汁に、そしてこちらがですね、ちょっと待ってくださいね。あ、なんかごめんなさいね。はい、こちらがアボカドですね。アボカドと、オニオンスライス、赤玉ねぎのオニオンスライス、そして、レタスですね。こちらに、ポン酢かな、森田醤油の柚子ポン酢をかけていただきたいと思います。はい、今なんかちょっと、ベーグルか何かわかんないけれども、落ちてたので、ちょっと取らせていただきました。ごめんなさい。ちょっと変なものが映っちゃっていたらごめんなさい。で、こちらが、紅鮭ですね。美味しそうですね。鮮やかな赤い紅鮭。天然紅鮭です。これは第一宅配で買いました。これ多分美味しいと思うんですね。これをグリルでこんがりと焼き上げました。美味しそう。ねえ、まだあったかいかな。そして、こちら。やっぱりマストの大根おろし、鮭&大根おろしはきっと美味しいかなと思って頑張ってすりおろしました。大根おろしは消化酵素でもあるし、なんか腸を整えてくれる、悪い菌をやっつけてくれる辛味成分も出るっていうことで、それは大根おろし特有らしいので頑張っておろしました。そしてこちらがまたいつもの板わかめ 100% のふりかけをかけた、岡山県の朝日っていう無農薬米です。そしてこちらは彩り屋の彩り屋の無添加蜂蜜梅干し、これもね、あともう10個ないぐらいかなっていう感じになっちゃってましたね。蜂蜜梅干しもあとね、何日かでこちらも食べきれそうな感じがします。はい、こんな感じで今日はすごく頑張って朝ごはんにしてはね、盛りだくさんな内容になっちゃうんじゃないかなと思います。今まだ本当に午前中なのでね、今日はどんな、備蓄所ご飯一日の内容になるかわからないんですけども、一応バランスを考えながら食べていこうかなと思います。これでタンパク質、今日はお魚も食べられるし、ね、これアボカドもね、今ね頑張って切っちゃったんですね。いつも私半分にしてもうくり抜いてスプーンですくって、あれがでも楽ですね。やっぱり正直今日頑張って切ったら慣れないことをして、一つ一番美味しそうな、真ん中の一番美味しそうな肉厚のところを床に落としてしまったんですね。で、ちょっと泣きそうだったんですけれども、なんかいつもなんで落ちるときって一番美味しそうなところが落ちるんだろうって思っちゃうんですけどもね。でもさすがにやっぱね、衛生上も、ちょっとね、もったいないけれどもね、泣く泣く、捨てることになって悲しかったんですけれども、そうなので、もう、なんかでもサラダに乗っけてみたかったんですね。ちょっとおしゃれにこうサラダに乗っけてみて、なんかレタスと玉ねぎだけでちょっと寂しい感じがしたので頑張りました。
でももう次からおとなしく半分に割ってスプーンでくり抜いてやっぱり食べるのが楽だし、衛生的にもね、まな板とかもすごい気にしなくていいので楽かなと思いました。やっぱり生野菜とかを切るとなるとまな板とかもすごいなんか綺麗に除菌しておかないととか思ってしまうので、もうこれからはおとなしくスプーンでくり抜いて食べようかななんて思ってしまいました。こんな感じでしてもね、おかげさまで美味しそうなサラダになりました。本当私毎日最近ではこんな感じの繰り返しで外食を今はすることもなく、今ちょっともうコロナになって、それからなんかコロナの後遺症もあるのかもしれないんですけども、もともとのそのアレルギー体質が、まあ、コロナ発症する前からお誕生日ぐらいから徐々にもう悪化してきちゃってはいたんですけれども、アレルギーアトピーの方がちょっと、コロナに感染した後になんかひどくなる症例みたいなのもあるみたいなんですけれども、それに今ちょっと悩まされちゃっているので、こうやって頑張ってお菓子とか外食とかも我慢して、毎日こうやって頑張ってひたすら美食女ご飯を食べ続けて、そして夜日が暮れてから王子と一緒に、30分ぐらいかな、30分以上ウォーキングするっていう毎日で、多分皆さんがきっと楽しくお出かけとかしてると思うんですけれども、ちょっと私はね、なかなかちょっとお出かけすることも今できなくって、だいぶコロナのその後遺症っていうのかな、体がだるいとかしんどいとかっていうのは緩和されてきてるんですけれどもね、ちょっとアレルギーの方が今度はやっぱりそれ以上にちょっとしんどいなっていう今状態があって、こうやってもう頑張って自分が努力するところを努力してもうやっていくしかないのでね、もう持ち前の体質がどうしようもないので、すごくもう毎回悲しい、悪化するたびに落ち込んで本当に悲しいんですけれども、次皆さんの前にもいつ出ていけるかわからないかなっていう感じはあるんですけれども、頑張ってやっていきたいかなと思います。夏ですごい暑いっていうのもあるかもしれないんですけどもね、すごい本当に悲しくて大変なんですけれどもね、でももうね、もうどうしようもないので、こうやって歌を歌って発散したりとかして、ウォーキングをしたりして、こうやって体にアトピーに良さそうなお食事を作ったりして、本当は早く回復したいけれども、焦るとまたあんまり良くないので、もうなんか全てを受け入れてやっていこうかなと思って、ちょっとまあ秋ぐらいにはね、さすがに良くなりたいなって、来月9月ぐらいまでには本当に良くなりたいなと思って、一回悪化すると本当にいつ次良くなるかっていう見通しがわからないので、まあ、脱ステの時は本当にもうこんなもんじゃないっていうか、苦しくってもう生きてるだけでしんどいぐらいな、そこにいるだけでもう辛すぎるっていうような状態だったので、まあ今は、まあ、そこまでではない、私が結構いい格好しいで気にするので、あんまりちょっと症状が出ちゃってる時はあんまり外に出たくない、人にあんまり見られたくないなっていうのがあって、なるべくその綺麗な時にっていう感じがあるので、多分まあそんなのね、気にしてたら行動できないのでね、働いてるらっしゃる方とかはね、そんなこと言ってられないのでね、偉いなと思うんですけども、私は結構人の目が気になってしまう性格なので、もう今はちょっとあんまりお家にいるようにして、でそれで夜に王子とお散歩するっていう感じにしています。ね、早く回復すればいいんだけれども、どうかなって感じで、ちょっとわかんないけれども、まあ、一時よりはちょっと良くなってきてるかなっていう感じです。
感じなのでね、まあくじけずに、ね、もうしょうがないから体質はどうしようもないので、やっていこうかなと思って、なかなかその根治したいなと思ってずっと頑張ってきたんですけれども、やっぱ体質なのでいろいろとどうしようもない部分があって、いや本当にこれさえなければもっとね人生が開けるだろうっていうふうに、まあ、いつも思ってしまうんですけれども、すごい私にとっては足かせになっているものでコンプレックスでもあるのでね、でもまあどうしようもないですね。やっぱりもうそういう体質で生まれてきちゃったのでね、本当に普通になれたらどんなに楽かなと思うんですけれども、まあでもまあね、もうずっともう小さい頃から悩みだったんですけども、根治できるかっていうのはちょっとわからないけれども、もうやれることをやっていくしかないなと思って、もうそうですね、ちょっと俯瞰の気持ちっていうのかな、それを持ってやっていこうかなと思います。ちょっと暗くなっちゃって申し訳ないんですけども、やっぱりメンタル面もアトピーが収まって綺麗な時と出ちゃってる時っていうのは全然メンタル面も変わってくるのでね、もうどうしようもないんですけども、なので今はほとんど大体お家にいることが多いので、まあでもコロナの本当に辛い症状が抜けられてきたのは良かったなと思います。で、後遺症としてはもう胸がね、ちょっとなんかまだなんか起きた時とかちょっと時々胸が苦しいなっていうのがあって、それが気になってるんですね。今はそうでもないんですけども、その時間帯によったりとか時々なんかちょっとこう狭心症じゃないですけども、なんか胸が少し息苦しいかなって思う時があって、なのでまああんまりそうだしね、まだ無理はできないかなと思うんだけど、昨日は本当1ヶ月ぶりぐらいに17歳踊ったりとか、私がおばさんになっても踊らないと忘れちゃうのでねでも踊れなくなっちゃうんじゃないかと思って久しぶりに踊りました。明日は意外にやっぱり体がね一生懸命覚えただけは覚えてて踊れたので良かったかなと、まあ、思います。なので今は無理しない程度にお家で歌をね、まあ、下手な時もあるのでね、お聞き苦しかったら申し訳ないんですけども、ちょっとまあ自分のその元気になりたいためにも歌を歌ったりとか、まあ、踊れる時は踊ったりとかで、夜を散歩をして王子と30分から40分ぐらい歩いてるんですけども、まあ、それも、まあ、治療の一環としてやっていこうかなと思います、ね、いろいろと本当にその人にしかわからない苦しみっていうのがね、人間はねパッと見ではわからないですね。いいところだけ見てると何に不自由ないように見えるかもしれないけれどもね、本当に一皮めくってみるとその人にしかわからない苦しみがありますね。私もそうですし皆さんもそうだと思うんですけども、なんですけれどもね、なのでまあみんなそうじゃない人ね、自分もそうでわかるよっていう場合とわかんない場合といろいろあるとは思うんですけどもね、何かしら形は違えどあるものだなと思ってしまいますね。本当にいつねこの悩みから解放されるのかなといつも落ち込んではしまうんですけれども、まあでもそうですね、腐らず諦めず、まあでも気楽にやっていきたいかなと思います。まあ、せっかくお家にいるのでお家で楽しめることを楽しんで、なのでね歌もすごい歌っちゃってるのでね、本当にもうしつこいなっていう時もあるとは思うんですけども、まあそういう状況なのでね、歌いたくなったら歌うっていう感じで、歌もねすごい体にいいんですって歌うと、まあ、ストレスも発散するし本当に体にもいいしアンチエイジングにもいいということなので、歌を歌ったりとかはやっぱりできればしたいなと思うのでね、下手な時としつこい時もあるかもしれないんですけども、
まあ、歌いたいときは歌わせていただきたいなと思うので、まあ、皆さんもね、お付き合いいただけたら嬉しいかなと思います。ね、またちょっとね、綺麗な状態になれて、元気な状態になれるように、そうですね、焦らず、あんまり自分を追い込みすぎてもね、ストレスになってすごい難しいところなので、まあ、気楽にやっていきたいのでね、皆さんも、ちょっとびっくりしたかもしれないんですけども、そうですね、ゆっくりゆるりと、待っていていただけたら嬉しいかなと思います。それでは今日も明るく楽しく麗しく、そして何よりも暖かく美淑女と紳士で参りましょう。それではまた、チューリップリンセスでした。バイバーイ。